が、水原被告出廷の詳細を報道。ドジャース、大谷翔平投手の元通訳で、銀行詐欺の容疑に問われている、水原一平被告が4日、日時間5日、米カリフォルニア州、サンタアナの連邦地裁に出廷し、有罪を認めた。米局 ESPN は詳細に報道。最長33年の禁錮、刑期を終えた後に国外追放される可能性があることなどを伝えている。水原被告は黒色のスーツに白いシャツ姿で出廷。ジョン・W・ホルコム裁判官の問いかけに、イエス、サー、ノー、サーという言葉を繰り返した。大谷を被害者 A と呼び、賭博で巨額の借金を負い、唯一思いついた返済の方法は彼の金を使うことだったと明かした。さらに、私は銀行 A のアクセス権を持っていた。ギャンブルで作った借金を返済するため彼の口座に紐付けたとも語った。水原被告は最高125万ドル、約1億9400万円の罰金を言い渡される可能性もあるという。判決は10月25日、同26日に言い渡される。マーティン・エストラーダ連邦検事によると、量刑が禁錮刑となった場合、刑期を終えた後に国外追放される可能性があるという。最長33年、約2億円の罰金、刑期後は国外追放も。裏切りの代償はとてつもなく大きいようだ。フルカウント編集部。